けで自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、徐々に夏の気配を感じ始めた、そういった季節に出てくるのが空飛ぶ虫とこちらなんじゃないでしょうか。というわけで買ってまいりました。それがこちらだぜーん、蒙古タンメン中本さんのカップ麺です。ただでさえ汗かくよって言うのに、またさらに辛いもん食って汗をかこうではないかっていう謎の風習ありますけれども、暑くなってくると辛いもの食べたくなるっていう人がね、一定数いるんじゃないかなっていうことでね、私ですね、もともと辛いのそんなに得意じゃないんでね、果たしてどのような辛さなんでしょうかっつってちょっとビビってはいるんですけれども、まあ YouTube でグルメ系の動画を上げてらっしゃる方の中ではもう必須科目みたいな、必ず履修しなきゃいけない大学の授業みたいなね、そんなニュアンスあるかと思うんですけれども、まあどんな味なのかねちょっと気になるんで、じゃあ早速今日も張り切ってガー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 でしょ。はい、というわけで湯切ったりして完成いたしましたけれども、このねスパイスの効いた、多少ニンニクの効いたね、この唐辛子独特の香り、もうほんとガツッとくるだろうなっていうことで、タレを麺にかける際にこう指についちゃったんで、それをピッと拭いて、で何の気なしにこうちょっとね汗かいちゃったんで、顔を触ってみたらもうちょっと顔がヒリヒリするみたいな感じでっていうか、カップ麺作っただけでこんな汗かく現象ってこれあります？いや、これが中本さんクオリティなんですね。いやすげえわマジで。いやちょっとドキドキが止まんないな。まあ、果たしてどのようなお味なんでしょうか。早速いただきましょう。はい、まずはねちょっとこう伸びちゃうとあれなんで、汁ありの方からいってみましょうか。まずはスープから。おお、フーフーした息の帰りがもうすでに辛いですよ。ああやっぱ後から来るな。口に含んだ瞬間はカップヌードル的な出汁の効いた、あの醤油味のカップ麺かなっていう、そういった印象なんですけども、後からうわすごい唐辛子の辛さとニンニクのパンチの効いた香りが漂ってきてたまりませんね。はい、それではいただきましょう。もう呼吸がすでに辛いっていうか、この口に含んだ瞬間に香ってくる唐辛子の感じ、これもうほんと辛いもの好きな人にはもうたまんないだろうなっていう味わいなんですけど、いやすごいな、一気に汗が吹き出てきますよ。いや我慢してたんですけれども、やっぱりむせてやった。ああ辛い。このざく切りのキャベツが甘く感じられるほどに、あスパイス効いてますね。はい、それでは辛うまい焼きそばの方いただきましょう。この太麺ですよね、マジですごい。いただきましょう。うん、こちらさすが日清さんが作ってらっしゃるっていうか UFO みたいな感じ。ああ辛い辛い、ちょっとソースっぽいニュアンスもあって、ちょっとした酸味なんかも感じられて、美味しいっちゃ美味しいですけど、やっぱり辛さが追いかけてきますね。はい、それではいつものカップ麺のお供おにぎりシリーズいただきましょう。出ましたセブンイレブンさんのお赤飯ですね。こういったシンプルなおにぎり
マジで美味しく感じるようになりましたよ。小豆の豆感、ちょっとした香ばしさも感じられて、美味しい。で、このもち米のこのもちもち感、おこわみたいな感じ、いや、これ美味しい。はい、それではほとんどの方の予想通りマヨネーズぶっ込んでいただきますよ。いや、すげえな、それにしても汗が。おらー、俺がルー大島だ。いや、どういうこと。はい、それではいただきましょう。これでね、多少は辛さがマイルドになってくれるとありがたいんですけど。うん、なるほど。結構マヨネーズのまろやかさと酸味がいい仕事をしてくれるといった感じで、辛さもね、多少和らいで、これは本当に夢。決まりましたね、これは夢でしょ。あー、これはい、というわけでこちら完食です。いただいてきましたけれども、いやいや、すごいですよ、この汗。もう拭いても拭いても止まんないぜっていう感じで、いやー、むちゃむちゃ汗かきましたけれども、こういったね、スパイスの辛さが大好きだっていう人にはね、もうたまんない味わいなんじゃないかななんて思ったりいたしましたね。いやー、もうずーっとこの口の周りがヒリヒリしっぱなしなんですけれども、こちらラーメンの方はカップヌードルを思わせるような出汁の効いた醤油味っぽいニュアンスもあったり、じゃあね、辛うま焼きそばの方は UFO を思わせるようなね、ソースのニュアンスもあったり、さすが日清さんと共同開発しただけはあるなといった感じで、両方ともハイクオリティなカップ麺、カップ焼きそばでしたね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は中本さんのカップラーメン&カップ焼きそばいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ